え、これ結構美味しかったよ。俺前遠征帰り食べたの。アップルパイ好きじゃなかった。アップルパイ俺パッパン食えんの。アップルパイいつもリンゴの上に食べるんだよ。パイやんそれ。ほらのパイめっちゃうまいです。ザキさん何してんの。これこっちやん。じゃあ僕も行きます。これはどういう、これやったら欲しいんですよ僕。このチャリブラン寝てるやつね。これギルザ下なんかレトロチックワールドってレコードプレイヤーもあるよ。え、2回目っていうことでチャーリーブランも当たればいい。は？同じやつ出た？嘘でしょ。いや、俺こっちピンちゃった。ということでやっぱどうしても諦めきれないということで3回目いきます。これでした。ということで宣伝向かっていきます。ですね、あの、はい、僕ストリートスマップやってるんですけど、はい、すいません、はい、ストリートスナップ撮ってる中をタンクトップで、はい、今日は結構してスペシャルメニューな感じで、バッグプレゼントでもらった MM6 のトップバッグです。いいですね、カジュアルにモードで。いや、そうですね、なんかとっても似合ってます。ありがとうございます。一旦服と雑貨見てみますか。そうです ね、行きましょう。あとジョージさんのトータルコーディネートもね今日完成させましょうか。え、今日はどこの雑貨屋行くの。今日はとりあえずアーケードのところのお宅屋と、あとこの間見つけた古着屋、もう一回覗きたいっすよ。あ、あそこ行ってサッカーとかいろいろ見て、その後みんなに飲みましょう。あ、いいね。それじゃあ、えっすー。あの、お腹が減ったということで、あの、ビートルズっていう店に来ました。ビートルズ？お腹本当に減ってるこれ。結構久しぶりなんで、ちょっと軽く飲んで、10時くらいまで飲んで、帰りたいと思います。どうでした今の、いろは横丁。いろは横丁、なんか何もない感じですかね。美咲さんもこっち見てよ。とりあえずこの会議なんすか。じゃあ今11時50分ってことで、じゃあそろそろ。最後まで動画視聴ありがとうございました。次回は花見しながらみんなで動画撮ってみようかなと思うので、それまで僕のリールなり投稿なり見てお待ちください。ありがとうございました。Bearing souls, spilling guts, 'cause it's the only place that I don't feel like I'll be judged if I tell you how I'm feeling over samples and drums. Boy, I fuck up every.